い、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、茨城県に来ております。茨城県の袋田の滝を先ほど見学してきまして、今からですね、予約している思い出ロマン館さんというお宿さんに宿泊いたします。まず概要欄 URL より前半の動画を見ていただけたら嬉しいです。すごく良かった、袋田の滝行って良かったっすね。もう皆さんもぜひ行ってみてください。そして今から駐車場に戻って宿にチェックインする予定です。またこの景色を少し楽しみながら散歩します。デイ、では宿にチェックインします。もうすぐ着きます。こちらが本日宿泊する思い出ロマン館さんです。なかなか渋いです。これは楽しみだ。それではチェックインします。表側から見ると先ほどの外観とは全然違う感じしますね。チェックインしました。そして本日のお部屋です。はい、あーもう十分広いです。いいプランは頼んでませんので、もう十分、これだけ広ければ十分です。そして先ほど外から見たおー広いな。これテラス出れないよね。渓流、目の前には川が流れております。普通にベランダ出れましたね。もうマンションみたいな感じですね。目の前の渓流がこんな感じでーす。では早速館内散策しつつ、渓流露天風呂があるそうなので、そちらに行ってこようかな。体洗ってから行かないとな。人が来る前に渓流風呂を貸し切りにするんだ。おー、いいっすね、レトロな感じで雰囲気いいわ。ほんと雰囲気いいですよ、ここ。休憩所がまたまたいいですね。外を少し歩くと見えてきました。反射しちゃっててあれですな。こんな感じです。この先です。おそらくもうここから先は取れないので入ってきまーす。温泉入ってきました。もうすごかった。写真があったら、公式ホームページから写真があったら載せておきたいんですけど、ほんと渓流の真横ですごく気持ちよかった。そして貸し切り状態でした。ちょうど戻る時におじさんとすれ違いましたけど、貸し切りで入りましたよ。最高だったぜ。アイス食べてービール飲みてー。出たー、バーがありました。ほんと一度でいいからこういうところで飲んでみたいな。ホテルのバーで飲んでみたいな。プラザ通り絵画展、おお、なんだこの世界観は。急に、面白い。現在は休業中らしいですが、
クラブと居酒屋ラーメン屋さんがあったそうですね。見たかったな。部屋に戻ってきました。やはりかなり広いですね、こちらのホテル。この辺りにしては大型なんじゃないかな、すごく。そして露天風呂なんですけど、マジでね、天気が悪くてよかったです。外が寒くて今日はちょうどいい、涼しくて気持ちよかった。それではこの後は少し早めの夜ご飯ですけれども、それまで少し休憩するか仮眠を取るかしまーす。午後6時前です。夜ご飯食べに行ってきます。だいぶ冷え込んできました。夏とは思えない。来ました、夜ご飯。いただきます。黒毛和牛と茨城県産のなんとか豚だそうです。それをお茶、くじ、奥くじたって言ったかな、お茶でしゃぶしゃぶするそうです。初めて。肉うめー、肉うまいわ、やっぱやっぱり美味しいわ。ラストデザートです。おしゃれだな、メロンとケーキとくず切り。部屋戻ってきました。うまかった、食べたことのない料理も多かったし、豊富だったし、お腹いっぱいだ。スタッフさん結構若い方多いんですけどね、すごいできてる方が多くて、サービスしっかりしてて驚きましたね。あー、寝ちゃいそうだな。これは旅行行くといつもこの番組やってる気がするな。7時ぐらいですけどまだ明るいですね。ああ、寝てしまいました。10時前か。渓流露天風呂が10時までなので、焦って入るのは嫌なので、もう少し待ってから大浴場行ってきます。そちらにも一応露天風呂はあるみたいなんで入ってきます。空いてたらいいな。温泉に入ってきました。すごく気持ちよかったです。何回も言いますが、今日寒くてよかった。ほんと寒くてよかった。おかげで庭園露天風呂も長湯できましたし、こうしてベランダで涼むこともできております。あの内風呂も露天風呂もすごく綺麗で、正直あの今日外観を初めて撮影した時に、結構年季の入った建物だなというふうに不安が多少あったんですけど、中に入ってみたらもうものすごく綺麗で、サービスも良くて、アメニティ関係も全て揃ってて、だいぶ感動しました。本当に来てよかったです。袋田温泉のこのお宿さんですね、ロマン館さん。さーて、ではこの後は少し晩酌をして寝ましょうかね。それではいつもの晩酌をして寝たいと思います。仮眠取っちゃったからちゃんと眠れるかわからないんですけどね。おやすみなさーい。
おはようございます。朝7時過ぎです。わかりますか、雨です。雨が降っています。温泉入りに行こう、渓流風呂行こう、空いてるかもしれない。どうだ、いるのかいない感じしたけどな。やった、温泉誰もいませんでした。貸し切りでした。気持ちよかった、朝温泉最高だ。この渓流沿いで涼むの気持ちいい。雨全然まだ降ってますね。それではこの後は朝食バイキングに行ってきます。朝食バイキング久しぶり、いただきます。ごちそうさまでした。やはりバイキング難しいですね。食べ合わせがいつも下手で困っちゃいますね。お腹いっぱい。それではチェックアウトしまーす。チェックアウトしました。この辺りなかなか来る機会がなくてですね、せっかくなので、少しだけ観光して帰ります。小学校が近くにあるそうなので、レトロなそれを見に行ってみます。国登録有形文化財、旧神岡小学校、上岡小学校、ナビだと上岡って言ってましたけど、着きました。ちなみになんと立ち入り禁止でした。土日しかやってないのかな。すげーいいねー、これなんか見たかったな、入りたかったな。すごく雰囲気のある小学校でしたね。ドラマとかにも使われてるみたいで残念だったな。もっと近くから撮らないとあの雰囲気は感じ取れなかったな。この後はまた大きな道の駅がありますんで、そちらに寄って、帰ります。常陸大宮だっけな。着きました、道の駅常陸大宮川プラザさんですね。広いんだよ、そして綺麗なんですよ。たくさん平日だけど車止まってる。すごい広い高速のサービスエリアですね。まるで薪とか売ってますよ。すっごい安、330円この量で。安っ、買っといた方がいいんじゃないかこれ、キャンプ用に。中も広い直売所。やべえ、大根1本50円。メロン漬け。メロンもキュウリみたいなもんですからね。720円のメロンを買いました。
外出ました。すごいなここ本当。建物も綺麗で、もう広くて、風情のある道の駅もいいですけど、こういう綺麗な施設もやはりいいですね。トイレが綺麗っていうのは何より安心ですわ。さあ、そろそろ帰りますか、じゃあ。道の駅出ました。どうでした？素晴らしい道の駅でしたよね。興奮してメロンを買ってしまう暴挙まで発生してしまいましたよ。あんな道の駅、地元に一つや二つや三つ置いておきたいですね。それでは今から帰ります。宿泊したロマンカンさんもですね、初め何回も言いますけど、外観見た時はおっとって思ったんですけど、内装は綺麗でサービスも良くて素晴らしかったんですよ。普通にいいホテルでまた行ってみたいなって思いました。そして茨城県の観光もあまりしたことがなかったっていうのもあって新鮮ですごく楽しくて、ドライブもずっと、今もね、これ家畜市場、家畜市場、家畜が売られてるんですよ今左で、牛が。そんなところがあったり、興奮しっぱなしですごく楽しかったです。また茨城県絶対行きます。というわけで、今回の旅はここで終了とさせていただきます。また次回の旅でお会いしましょう。バイ。